渓谷に転勤。ま、日本のお隣さんだしそれなりに住みやすいだろう。どうしてこんなことに。日本と渓谷の間には文化や技術、歴史など様々な違いがあります。しかし遠く離れた国からは同じアジアの国でしょうと言われることもしばしばです。今回はそんな勘違いをしたまま渓谷に転勤したばかりにひどい目に遭ってしまったドイツ人男性のエピソードをご紹介します。一体彼の身に何があったのでしょうか。僕の名前はハインツ。ドイツで技術者をやっている。順調にキャリアを重ねていった僕にとって転機となったのが渓谷への出向命令だ。正直あまり渓谷には行きたくなかった。だけど妻は、あら、だけど日本はとっても発展した国だって聞くわ。渓谷は日本の隣でしょ。同じようなものよ。長めの海外旅行って感じでいいじゃないって言うんだ。そう言われて僕も出国直前には前向きな気持ちになっていたよ。その時は日本はいい国だ、だから隣の渓谷もいい国だろうって思い込んでいたんだ。それがとんでもない勘違いだとも知らずにね。あの国は信じられないくらい危険な国だったんだ。渓谷での生活には大きな落とし穴が待ち構えていた。渓谷では道を歩いていると突然道が崩壊して落下するって事件が日常茶飯事なんだ。理由は水道管から漏れた水が歩道や道路の下の土を押し流して空洞を作るから。でも表面の舗装やレンガは流されないから上に人が乗るとそのまま落とし穴のように落っこちてしまうというわけだ。ドイツ生まれドイツ育ちの僕らにはこんな事故があるなんて信じられなかった。だけど近所の渓谷人に聞くと、ああ、春になるとよくあることですよ、と、なんともないように言うんだ。おかしいだろ。どうして誰もこれが異常だって気づかない。渓谷では日常を送ることすら命がけなんだ。しかも、多くの渓谷人は自分たちが命を懸けていることにすら気づいていない。僕は早くも渓谷に来たことを後悔し始めたよ。こういった命がけはまだまだたくさんある。例えば日常の運転だね。もうとにかく運転が乱暴なんだ。命の危険を感じたのも一度や二度ではない。自動車が危ないなら鉄道を使ったらと思うかい。ところがどこい、鉄道は自動車以上に危険だ。渓谷人が必ず自慢する KTX という高速鉄道は毎年のように事故を起こしている。それも脱線や正面衝突、逆走、立ち往生など重大な事故ばかりだ。最近は走行中に車輪が外れてそのまま脱線なんて事故も起きた。これで渓谷人は KTX はドイツの ICE にも負けていないなんて言うんだからもう言葉も出ないよ。自動車も鉄道も危ないなら外に出なければいい。なるほど、それも正解だ。しかし渓谷の住宅の多くは重大な欠陥を抱えている。その欠陥とはピロティ構造だ。渓谷のアパートには大抵1階部分が駐車場になっていて数本の細い柱で上の階を支えている構造になっている。だから地震が起きるとこの細い柱が折れて建物ごと崩壊してしまうんだ。手抜き工事をしたのか耐震基準がずさんだったのかは知らないが、とにかく恐ろしい話だ。幸いなことに僕たち夫婦はもっといいマンションに住んでいたから地震の被害を経験したことはない。だけど多くの渓谷人にとっては自分の家ですら安心できる場所ではないんだ。これで渓谷という国がいかに危険か分かったかな。転勤してから数ヶ月で僕らは渓谷にうんざりしていた。ドイツでは考えられないような事故や事件が多発して政府はそれを放置している。アジアは所詮この程度か。僕はまるっきり幻滅してしまったよ。まあとは言ってもヨーロッパでも同じくらいのレベルの国はあるし、僕が高望みしすぎていただけなんだろうな。そう思うようにしていた。でもある日のこと、
そんな僕に追い打ちをかけるような事件が起きた。市場を歩いているとなんだか視線を感じるんだ。それも好意的なものではなく、親の仇でも見ているかのような敵意のこもった視線だ。なんだか怖くなった僕は市場の散策をやめて家に帰ることに。すると次の瞬間、中年のおばさんが僕の腕をつかみ、すっごい剣幕で怒鳴りつけてきたんだ。警告を少ししか話せない僕は何に彼女が怒っているのか全く理解できなかった。すごく早口だったしね。そして状況はさらに悪化する。もう 2,3 人くらいがこっちに来て彼女に加勢し、僕を怒鳴りつけ始めたんだ。一体何なんだよと僕も反抗するが、全く効果はない。結局近くを通った警官がその場を収めてくれたけど、僕は納得がいかなかった。一体僕が何をしたって言うんだ。そう言うと警官は僕の T シャツを指さした。え、この T シャツが原因？そう、どうやらこの時僕が着ていた T シャツが彼らの意味嫌う狂日記の模様に似ていたらしいんだ。だから彼女たちの反感を招いたとのことだった。確かにそのことを知らずに T シャツを着ていた僕に非はあるのかもしれない。でも僕はドイツ人だし、そもそもこの T シャツは狂日記模様というわけではないんだ。そんなに怒ることなのかな。もやもやしたまま僕は渓谷での生活を続けたよ。はあ、早くドイツに帰りたい。でも数年にわたる危険な渓谷生活を終えた僕らに待っていたのは本国への帰還命令ではなかった。なんと日本への転勤命令だったんだ。僕らはしぶしぶ日本へ向かったよ。渓谷はひどい国だった。日本もひどい国だろうなんて思いながらね。だけどそんな不安はすぐに吹っ飛んだ。日本での生活は僕らの予想に反して本当に素晴らしいものだったんだ。渓谷とはまるっきり違う安全な生活さ。当たり前だが道が崩壊することはない。人々の運転は丁寧で、新幹線は事故を起こさないし、建物が崩壊することもない。日本は我が母国ドイツと同じように非常に安全な国だったんだ。いや、もしかしたらドイツ以上かもしれない。僕たちが日本に抱いた感動は渓谷に行ったことがなければわからないだろうね。渓谷で道を歩くときはいつだって足元に気をつけなければならない。だけど日本ではこの道は崩壊しないよななんて心配をせずに安心して道を歩くことができる。当たり前を当たり前のように享受できるんだ。あと会社の人たちも親切だったね。渓谷の会社では仕事を割り振られるだけ割り振られて、どんなに僕が忙しくて困ってても誰も助けてくれなかった。でも日本支社では手伝いましょうかと救いの手を差し伸べてくれる人がたくさんいたんだ。話せないのに頑張ってドイツ語で話しかけてくれる人もいたね。渓谷より仲間意識が強い気がしたよ。日本での生活は渓谷だけを見てアジアは全部遅れた国と決めつけた自分の浅はかさを教えてくれた。フランスとドイツを同じような国と言われたら僕も怒るから、そこのところは日本に謝らないとね。日本と渓谷は完全に別の国だ。世界が違うと言ってもいい。そしてあらゆる面で日本の方が安全で快適だ。そういえば最近は渓谷でソウルが豪雨によって水没したと聞く。そのニュースを聞いて僕はそうなるのも当然だと思ったよ。だって渓谷人の誰も安全なんか気にしていないんだからね。以上、ドイツ人男性の体験談でした。渓谷では日本では信じられないような事故や事件が多発します。ドイツ人にとっても信じられないことだったんでしょうね。ところで日本やドイツ以外の人は渓谷をどう考えているのでしょうか。そこで似たような体験談がないか探してみたところ、カナダ人夫婦の動画を見つけました。そのカナダ人夫婦が投稿していたのは日本と渓谷での生活を比較したもの。夫婦で YouTuber をしていたお二人は、渓
渓谷で8年間暮らし、その後日本へ移住しました。そういうわけで、視聴者から日本と渓谷どっちが暮らしやすい？という質問が多数寄せられていたため、その質問に対する動画を投稿していたんです。その内容を抜粋してご紹介します。一番多かったのはどっちの国が好きって質問だね。誇らずに聞いてほしいんだが、渓谷より日本の方が大好きだ。まだ日本に暮らし始めてから1年しか経ってないけど、人生で一番幸せで一番楽しい1年間だったよ。それこそ母国カナダよりも素晴らしい1年間だった。日本で暮らしていると心から幸せになれるんだ。1、人の温かさ。まず言いたいのはご近所さんの温かさだね。渓谷ではほとんど人付き合いってのがなかったんだけど、日本では違う。本当に思いやりがあるし、心から歓迎してくれていることがわかるんだ。クリスマスに家の周りを飾りつけたら、みんなが本当にすごいわねと言ってくれた。一人は私たちを夕食に招待してくれたよ。渓谷ではこういう温かさを感じたことはない。2、渓谷ではエイリアン扱い。温かさで言えば店員さんもそうだ。渓谷では僕たちをエイリアン扱いさ。カフェに行けば誰が僕たちの相手をするのかの押し付け合いが始まる。僕たちだって渓谷語はできるのに。日本ではこういった経験はない。渓谷語より日本語の方が下手だけど、どこに行っても笑顔で対応してくれる。僕たちの下手くそな日本語にも嫌な顔をされたことはない。日本だと僕たちはエイリアンじゃないんだ。ちゃんと人間扱いしてくれるんだよ。3、ビジネスでも嘘ばかり。渓谷で YouTuber をやっていて分かったことは、渓谷はビジネスに向いていない国ってこと。移民を歓迎していないから書類手続きも大変だし、撮影スタジオを持つのにも一苦労だ。だけど疲れた顔で動画を撮るわけにもいかないから嫌になるよ。それに渓谷人は僕たちの動画が気に入らないとすぐに違法なコンテンツと嘘をついて通報してくるんだ。この嫌がらせには本当に参ったよ。日本ではこういった苦労が全くない。所属している事務所も僕たちが作りたいビデオ、見せたいビデオを理解して応援してくれる。そして何より誠実だ。渓谷の事務所は嘘ばっかりだったよ。4、命の危険もある交通事情。運転マナーは本当に違う。渓谷人はいつも怒りながら運転しているようだった。道路には常にクラクションが鳴り響いているし、駐車違反も当たり前だ。車をぶつけられたとか引かれかけたなんて事故を経験した友人は何人もいる。雪の日の名物は道路をくるくるスピンするタクシーだ。スピードを出しすぎるからこうなるんだけど、僕も実際に体験したことがある。僕の人生はここまでかって思ったよ。日本ではこんなことはない。タクシーもバスも落ち着いた運転をしていて、スピンするのなんて見たこともない。怒っている渓谷と落ち着いている日本、どっちを選ぶかと言われたら日本に決まってるよ。5、最後に。僕たちが語ったのはあくまで僕たちの感想だ。渓谷人は日本の運転は遅いと感じるかもしれないし、他の外国人も日本より渓谷の方が好きだと言うかもしれない。渓谷は自由で制御されていないエネルギーに満ちていて、日本は誰もがルールを尊重している。人によって日本が好き、渓谷が好きってのは分かれるだろう。だけど僕たちはこの2つで日本を選んだってことだ。日本での生活、日本でのビジネス、どちらも最高さ。母国のカナダよりもね。人生で一番の暮らしを僕たちは日本で見つけた。僕たちのビデオを見て、日本に行ってから生き生きしてるねってコメントも増えたよね。分かってくれる人も多いと思うな。以上、カナダ人 YouTuber が投稿していた動画です。なんだか聞けば聞くほど生まれたのが日本でよかったと思いますね。それは動画を見た視聴者も同じだったようです。寄せられたコメントを一部ご紹介します。日本に留学中の渓谷人だけど認めざるを得ない。最近は K-POP ファンが渓谷で暮らしたがってるけど、
彼らは警告の外国人に不寛容な社会を理解してないね。アメリカに住んでるけど、日本、警告、他のアジアの国で働いたことがある。すべてのアジアの国の中で日本が最も文明的だ。都市部の異常さという意味では、タイ、中国、インドネシアの方がずっとひどいけどね。言いたいことはすごくわかる。アメリカで生まれ育ったけど、日本で3年過ごす機会があった。旦那が軍隊にいるから、2人とも本当に日本が好きだった。近所の人がすごく親切で歓迎されてるって感じだった。とにかく素晴らしいところだった。警告人だけど、その通りだと思う。警告人は閉鎖的だね。騒音は都市部だけだけど、静かなところはいっぱいあるよ。2人が警告の最高な部分ではなく最低な部分を経験したことが悲しいな。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、警告での生活のエピソードを聞くと、絶対に警告には行きたくないと思ってしまいますね。日本人が当たり前だと感じている治安や運転マナーの良さ、安全性などが警告では通じないようです。そんな日本ですが、先日移住先として人気な国ランキングで第2位に輝きました。これはアメリカの海外送金サービス企業レミトリーが集計したもの。日本は13カ国で最も移住したい国だったということですね。しかもアメリカやカナダ、アジアではダントツ1位だったそうです。日本人で作り上げた住みよい社会は外国人も憧れるものなのかもしれません。そんな日本社会をこれからも守っていきたいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。